どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。ゆかでございます。実況パワフルプロ野球2001実況プレイ、サクセスロード行こうか。初見プレイです。久しぶりのサクセスやっていこう。始める。新しく、で始めるというところで、まあとりあえずこれかな。受かった。球団名は、ヤクルトです。無論ピッチャーで行ってみよう。いや、バッター打者で行ってみようかな。外野手物試しだ。 おっとマニュアルで行こう。マニュアル右投げ右打ちの、スタンダード。どうしようかな。一卒かな。大卒顔はじゃあノーマルで行ってみよう。これでどう。おい、行ってみましょう。我が球団首脳陣の皆様、お集まりいただきましたでしょうか。今年もドラフトやらテスト入団やらで多くの新人たちが我が球団のユニフォームに袖を通すことになりましたわい。彼らがプロで通用するかは彼らのこれからの努力次第といった感じですな。楽しみですわい。さて、それでは今年の新人をご覧いただきますかな。なかなか元気がいいのは揃っておりますぞ。なんといってもいいかいですな。彼については開幕一軍と考えていいでしょう。プロの世界でどこまでの成績を上げられるか、そこに注目したいところですな。怒り以外はどれもみんな戦力的にはまだまだこれからなんですが、それに、うか、それに、やべ。自主トレの様子を聞いたところによると、どうやらあの二人、プロの厳しさをいまいち分かっておらんようですな。ま、しばらく様子を見ることにしますかな。プロが試練の道だということにすぐ気づくことでしょう。まあ、え、普通に強くない？オールディスタート。うかくんおはようでやんす。大親友であるオイラと一緒に、監督当時認められて一軍に上げてもらうの頑張るでやんす。まずは2月からのキャンプに向けて自主トレーニングを頑張るでやんす。やる気満々でやんすね。一軍選手になればギャルにモテモテ、おもちゃ買い放題でやんす。楽しみでやんす。あ、うかくんには入院中の妹さんがいるでやんしゃね。浮かれてすまないでやんす。お、心理か。優しいな。ワイは当主のアバターや。アバターさん、よろしくな。よろしくお願いするでやんす。ワイは今オリジナル魔球の開発で忙しいんやけど、なんかわからんことがあったら気軽に相談したってや。気軽、お、あー、なんか新しいね、この感じ。オールディスタートのちょっとデータ見ようか。なんか、怪我しやすいのかよ、俺。おー、マジか、いい能力の代わりに怪我しやすいパターンかよ。とりあえず野球の練習しようかな。いや、これまず、あれかな、体力、タフ度がちょっとあれかな。出かけるは何ができる？一人で出かける矢部くんか、あー。まずは体作りでしょ、基本的な。うん。まずはね。うかくん、おいら疲れたでやんす。走り込みの最中でやんすが、ちょっと一休みするでやんす。バッキャロー！お、うわ、でやんす。誰？男が一度やり始めたら途中で諦めるんじゃねえ。鮫島さん、鮫島キャプテンでやんすか。おお、やべか、久しぶりだな。ここで会うとは奇遇だな。俺の名は鮫島、この球団職員だ。鮫島さんは高校野球時代のキャプテンで、ドラフトで指名される予定だったやつが最終的に指名されなかったでやんす。その後の足取りは不明でやんしたが、まさかここで会えるとは思わなかったでやんす。選手といっても俺ら新人だろ。俺は選手じゃないが、先輩の言うことは聞いておくもんだ。違うか。よろしくお願いするでやんす。まず、オイラたち、何をやったらいいでやんすか。練習で大切なのはタフさだ。タフでないとすぐに怪我してしまうから注意しろ。まずは走り込んでタフさを上げろ。やっぱそうだろうね。あ。はい。相変わらず厳しいでやんす。まあ、やる気が出ることは大事だな。めっちゃ疲れた。え、俺たちこの球団社長に呼び出されてんでやんす。呼び出されるなんて何か重要な話かもしれないでやんす。もしかしたら一軍に上げてくれるかもしれないでやんす。早速社長室に行くでやんす。ついてでやんす。社長はここでやんす。貴様らは頼んどるわ。ひょっとして、あなたが社長でやんすか？いかにも、我が輩が球団の、球団社長、松戸拳である。貴様らのようなのは他でもない。うか、やべえ。貴様らのふぬけた噂は我が輩の耳にも聞いておる。届いておる。マジか。貴様らは少々頼んどるプロの厳しさ、まだ分かっとらん。いいか、貴様ら残された一年。できなければ、この球団から容赦なくいただきます。あったか！ならさっさと走る練習を始めい！
方法でやんす。一軍どころかたっぷり説教されたでやんす。おいらんな社長がいると思うと練習どころじゃないでやんす。そうでやんすね。うかくの言う通りプロの世界は厳しいでやんす。プロの世界、頑張って1年で結果を出すでやんす。そしてあの社長においらの、おいらたちの実力を見せつけるでやんす。おーし、やる気マックス。いいぞ。まずはタフ度。タフ度、ポジティブシンキングは多分あんまりまだ使わない方がいいかな。まずはタフ度。やっぱタフ度が上がれば、お、なぎさちゃんのお兄さんですか？なぎさちゃんの病室はこちらです。どうぞ。お、ああ、お兄ちゃんなぎさ寂しかったよと。おお、よかったね、なぎさちゃん。お兄さんお見合い来てくれて。ごほ。大丈夫？あまり興奮しちゃ体触るよ。うん、私大丈夫。それよりお兄ちゃん、プロ生活はどう？一軍には上がれそう？ダメじゃない、そんなんじゃ。しっかり頑張ってよ。私応援してんだから。そうそう、その調子。お兄ちゃん頑張ってね。うわ、赤文字ってのがつれえな。ナイスさん最近調子いいんですよ。これもお兄さんがプロ野球選手になったからですね。うん。ただナイスさんが時々悪い咳をするんです。まだ病気も完全に治ってないし、少し心配です。まあ、私の単なる思い過ごしだと思いますが、なぎさちゃんのためにも、インさんで頑張ってくださいね、と。やる気が出た。これよく見たら、これ進行度合いが、これあれ、木、金とかそういう感じで、土、日で。なるほど。面白いね、ちょっと。習慣動きじゃないんだ。え？はい。近くの神社に面倒見るから送られない。名前をつけて、ビームなんだ。俺、ガンダーだと思った、てっきり。新しい犬、名はビーム。二軍戦集合。二軍監督お話しなんで、ちゃんと聞くように。では監督どうぞ。二軍へようこそ。こっち向け。まじ、そういうキャラだからしょうがない。うん、一緒。怒りがやってくると。怒り君とは大学野球で戦うとかあるでやんすか？今日だけお世話になる怒り守るです。早く僕と一緒にプレイできるよう一軍昇格してください。ほー、言ってくれるな。はい。君は確か以前僕から2打席連続ホームラン打っているよね。その君がなぜ二軍なんかに。うわ、なんか因縁がありそう、これちょっとやっぱり。まあ、怒りとは因縁がなくっちゃね。僕は失望したよ。君がその程度の実力者じゃなかったなんて。僕の会心の球を2打席連続ホームランした君はどこに行ったんだい？なんで怒るんだ。事実を素直に言っただけじゃないか。それともまだ僕と勝負できるとでも？そうか。ならば。僕と君の実力差が分かっただろう。対等に勝負できる状態じゃないんだよ。じゃあ僕は失礼するよ。怒りに負けたそうだな。それが今のお前の実力だ。認めるんだ。なぜなく、俺は今の実力って言ったんだ。そう、今だ。お前はまだ鍛えられていない。努力と練習が足りないだけだ。怒りを超えるには怒り以上の努力と練習が不可欠。いいか？負けるな。うつむいていては上は見えないぞ。すでに顔を上げて突き進むんだ。お前見てると高校時代の後輩を思い出すぜ。とにかく何か悩みがあったら相談に乗ってやる。いいな。怒り。なぜお前は怒りにこだわるんだ？相談する。これで鮫島さんが入ってくるのかな、きっと。どうしようかな。そしたら早速ちょっと素振りとかしていこうかな。あら、はい。ナイスちゃんお兄さん来るの待ってましたよと。はい。調子はどう？そう。今キャンプ中なんだ。ここで力をつけるかどうかでシーズンが決まってるから頑張ってね。お、1年しかないんだ。割とマジで頑張るしかねえ。あ。なるほど。ふわうかくんの妹さん病室で、そしてこの子が妹さんでやんすね。おいらがうかくんの妹に会ったっていいじゃないでやんすか。ほうほう、なぎささんって言うでやんすか。おいらや、お兄さんと一緒に入団したやべでやんす。よろしくでやんす。はい、やべさん、こちらこそよろしくお願いします。お兄ちゃんのこともよろしくお願いしますね。もちろんでやんす。おいらがついてるから安心するでやんす。ごめんなさい、もうすぐ先生が来る時間なんだ。また今度ゆっくりね。バイバイ。なぎささん、早く良くなるといいでやんすね。ああ。なんか、いいね、この、ちょっと、声は出さないけど、ます。なんか表情豊かな俺。95から C だけ確か。だったらちょっと上げちゃおっか。今日も嫌な日がやってきたでやんす。
今日はバレンタインデーです。おいら、ジゼリーから本命チョコを見てみたいでやんす。うかくはどうだったでやんすか？それはチョコレートでやんす。悪魔の食べ物でやんす。うかくん、ひどいでやんす。おいらの許可なしにチョコをもらうなんて。ああ出たよ、虫歯。俺、ほんとめんどくせえんだよ、虫歯って確かあれ。よーし、パワーが C になった。というところで、弾道は2、次回行きたいと思います。お楽しみに。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。マクマリ製薬の伊藤洋司。なんか聞いたことあるなぁ。どっかの CM で聞いたことがある。明日の動画でお会いしましょう。小林製薬の伊藤洋司。いや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 、揃えろよ。ごめん。